目指せ東急線全域コンプリート商店街お願いロケ巡り in 都立大学。イエーイ、キャイン。どうも黒崎です。今月アシスタントのアラポンです。よっ。そして QVC ショッピングナビゲーターの川上千秋です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあそして、そして、はい、都立大学商店街の関根です。よろしくお願いします。関根さん、ありがとうございます。今週の皆様よろしくお願いします。嬉しい、このメンバーが揃いました。また、はい、そうですね、奇跡のメンバー、はい、今日もまた奇跡が起こるかもしれませんが、はい、ということで今週も都立大学商店街の魅力ですたくさんお届けしたいと思います。東急東横線都立大学駅には6つの商店街およそ300店舗が協力し合う都立大学商店街連合会があります。行ってみましょうか。よっしゃー、はい、行きましょう。さあ行きなさーい。ダイーン、井戸様お願い。はーい、心つながるポジティブテレビ、天野くん。今回は商店街と心つながる東急沿線お願いロケ巡り、都立大学駅の商店街から本和歌笑顔をお届けします。宇都様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやー、関根さん、こちらの通りも穏やかでいい通りですね。ありがとうございます。こちらは、あの、八雲共栄会という商店街になります。はい、あの、突然ですが、はい、川上さん、はい、スイーツはお好きですか？もう大好きで、一日にもう一つは食べますね、絶対。それそれ、はい、大好きです。一日一スイーツ、それはもう一日一スイーツです。それはご褒美っていうかね、楽しみに、はい、いっぱい食べさせてあげたい。、まあ、僕らも好きですもんね、甘いのは。そう、はい、もうこれで嫌いって言ったらもう怒っちゃう。怒られますね。行ってみますか。はい、もうぴったりのスイーツ屋さんがありますので、はい、都立大学駅徒歩5分、2014年オープン、アディクト・オ・シュクル、フランス菓子のお店です。甘いものが大好きなシェフパティシエールの石井さんが作り出すスイーツは、見て楽しい、食べて美味しい、幸せな気持ちになれるお店です。ということで、今日はですね、パティシエールの石井恵美さんに来ていただいております。早速ですが、はい、おすすめいただいてもよろしいでしょうか？はい、楽しみ。うわ、何この断面図、綺麗、綺麗。どうやって切ったんだろう。こちらが、あの、いちごとバニラクリームのフレジエというケーキと、あとはナッツのペーストとオレンジを合わせたパリブレストというシューのお菓子です。シューってね、シュークリームのシューですね。ですね。じゃあちょっと川上ナビからちょっと QVC ナビらしい食レポをお願いします。QVC？ 私ナビ？ナビ？お願いします。よろしくお願いします。皆さんが食べたくなっちゃう。いやー、すごい、石井さん、石井さん、おい、石井さんからプレッシャー。優しい顔して結構いきますね。さすが。いや、まずご覧いただきたいのが、もうこのいちごの断面、華やかですね。気持ちがもうワクワクしますよね。早速いただきたいと思います。おちょっといただきます。うん、いちごの甘酸っぱさとクリームがもう程よい絶妙なマリアージュで美味しいです。ありがとうございます。すごい、ハードルがすごくて。そうですね、あんなみんなに振られて、見られて、うん、ビクビクしちゃいますよ。でも、いや、でもすっごく美味しいです。そのハードルの高さ超えてくる。いや、衝撃の美味しさ、衝撃の美味しさって、そのクリームがすごい、はい、あ、そうです、滑らかで、ね、ありがとうございます。これこだわり、そうです、うん、あの、はい、カスタードとバターのクリームなんで、けど、でも重く感じないようにちょっと作り方を。なるほど。はい、軽やか、軽やかなクリームでした。すごい。うん。パリブレストノアゼットオランジュ入ります。お、すごい、結構分厚いです。大丈夫ですか？ちょっと顎が、ちょっと、はい、シュッ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 、あ、あ、あ、飛んでられる、飛んでられる、飛んでられる。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。
しそう。おいしゅうございます。出ました、おいしゅうございます。これは本当うまい、ベリーナイスのですね。思わずシュシュシュってね、トネル入ればついてくれたけど、ね、抜けたら踏切が、うん、上がりましたよ。さすが、おいしい。踏切を計算して食べるってなかなかできないですよね。すごいですよ、このシューのね、僕、はい、シュークリーム自体が好きだから、シューの、はい、この生地が大好きなんですよ。あ、普通と違うんですか、うん、サクサクしてね。あ、そうなんか、そっち系の自分のね、やっぱりこのあの、パッて歯が喜んでるっていうのかな。そこでこの、このやっぱり、はい、分かりました。そう、クリームとこの、このクリームと、これは何のクリームになるんですかね。はい、ヘゼルナッツのクリームです。おっしゃってた、ナッツナッツ。ヘゼルナッツ大好き。そこに先ほどおっしゃったオレンジのこの似たものが一気に日本食みたいになっちゃった。オレンジの似たものってすっごい合うんですよ。いいですね、うん、ちょっとサクサクしたチョコが中に入って。あ、チョコがある。あ、ほんとだ。うん、ここうん、たまりませんね。すごい、これは人気ってことですよね、この2つは。そうですね、この2つは、開店当初から人気です。はい、初期面、初期面だ、初期面だ、初期面、はい、あと今一番当店で人気がさらにあるのがこちらなんですけど、これ気になってましたよ、この猫ちゃんの、いろんなところに猫ちゃんがいるんですよ。こちら見てる、かわいい。これ何ですか。これはですね、クッキー感。うわー、クッキー。これいただけたらめっちゃ嬉しいやつですね。これもここで作られてる。あ、そうです、そうです、はい、これじゃあチョコでいいですか。チョコ、チョコ、はい、いいですね。あ、やっぱこっちの方がいいわ。こっちします。じゃあこのいただきます。すごい、はい。あ、コーヒー、美味しい。これめちゃくちゃナッツが効いてるんで、うん、もうそれコーヒーの感じでもナッツの甘みの方が全然強いです。あ、これがコーヒーの。あ、そうです、コーヒー。行ってみてください、行ってみてください、うんうん、え、いいんですか。これ止まんなくなっちゃうやつです。え、すいません、どうですか。いや、お前がいるんだ。なんか俺に取ってくれたのかよ。なんだよお前。この石井さんの頑張りと猫缶に金評価2つです。いただけるんです。いや、あげることはできないです。これ縁起物で中から出して見せ、見せて、まだ、はい、すみません、見せて出すものです。いやね、はい、このお店の名前が結構こう、はい、まあ、難しい、言いにくいです。お店名前のこれ由来みたいな、なんかあるんですか。由来はあのフランス語で、造語でっていうか私が作ったでもないですけど、はい、お砂糖甘味中毒、甘味中毒っていう意味。すげえ名前つけましたね。すごいですね。あ、甘いものが好きすぎるってことですか。あ、そうです、私自身もそうですし、はい、お店を作る時につけた名前なので、あの、まあ、お客様を中毒させるようなお菓子作ろうねっていう気持ちも入って。なるほど、いい意味でね。その毎日足を運びたくなるような、思わずまた行きたくなるような、はい、あそこで、スイーツ買いたいわって、空気買いたいわってなるようにってことですか。はい、ということで石井さん、有働様を見たという視聴者さんに、はい、お店の嬉しいサービス特典をご用意いただけないでしょうか。かしこまりました。いずれかのクッキー缶をお買い上げいただいたら、はい、大変なこと、ウド様を見たとかつ言っていただいたら、はい、フィナンシェとマドレーヌのセットを差し上げます。いいんですか。フランスのクッキー缶をそしたらお買い求めいただいて。大好きなんですよ、フィナンシェとマドレーヌ。あ、そうです。いや、そうですね。どっちも一個ずつもらえるんですか。一個ずつ。あ、はい、嬉しい、ありがとうございます。はアディクトオシクルさんのこの猫ちゃんのクッキー缶ご紹介したいと思います。かわいいですよね。もうこの猫ちゃん、石井さんのね、飼ってらっしゃる猫ちゃんがモデルということで、このデザインも楽しめますし、中にはいろんな味わいのクッキーが入っていて、出会いと別れの季節ですから、初めましての方にも、お世話になりましたの方にも、ぜひおすすめのクッキー缶となってます。はい、ありがとうございました。ありがとう。素晴らしい、素晴らしい。いや、キューブレシー、やっぱりちゃんと
してるね、これは本当にちゃんとしてますね。ね、はい、よし、いや買いたい、もういいって魅力が伝わってくるもの。やっぱ4月5月は出会いと別れの季節です。改めてね、買って、そうそうそう、はい、俺なんかずっと浮かれちゃってさ、本当に輝いて生きてきたけど、そうなんだよね、はい、ってのはね。さあ、関根さん、続いては、うん、はい、こちらのグローツキッズアカデミーです。グローツキッズアカデミー、人気のあの少人数サッカースクールです。サッカースクール、サッカースクール、はい、なるほど、行ってみましょう。じゃあ、よし、俺のドリブルを、よし、手を見せしたいね。都立大学駅徒歩3分、2020年オープンのグローツキッズアカデミー。子どもたちの運動のベースとなる体づくりはもちろん、J リーグのクラブが実施しているアカデミーへも多くのメンバーを輩出している全クラス少人数制のサッカースクールです。あ、シュー腕が鳴ります。あ、ごめんなさい、足が鳴りますね。どうも、グローツキッズアカデミーにお邪魔しております。すいません、須田さん、長谷川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにこの教室の特徴とかなんかありますか？そうですね、ここはまあ狭いので、まあ少人数、まあ、いつもコーチ1人か2人に、5人から6人ですごい人数が少ないので、あの一人一人にこうちゃんと特徴があるので、その特徴をしっかりとこうより進化させてあげて、はい、一人一人に武器をこうしっかり作ってあげるっていうのが特徴です。嬉しい、すげえ、武器欲しいです。はい、ぜひぜひ。丸腰でいつも生きてますから。お笑いも丸腰で、そうですね、全部アムロ君に頼って。ありがとうございます、はい、武器を教えてください。したらまず、グローツの特徴としてはサッカーの練習をする前にまず体の使い方のトレーニングを絶対にやるんです。なるほど。で、例えばサッカーバランスが大事なので、確かに、そのバランスのトレーニングをちょっと今日は体験最初していただいて、その後にちょっとボールのサッカーをボールを使ったトレーニングをちょっと体験していただければと思います。ぜひ、それがグローツ。はい。グローツってどういう意味ですか？グローツは、4つの言葉の、造語なんですけど、まあ、1つはグローバル、グローバル、はい、あとはグローで育てる、おー、育てる、はい、あとはルーツ、ルーツ、はい、を起点にということで、あとはスポーツです。スポーツ、はい、この4つの造語です。うまくできてる。おお、それがグローツ。はい、謎が解けました ね、 ね、謎解けました。ありがとうございます、はい、よし、じゃあ早速ちょっと、じゃあうちのその担当してる長谷川の方の最初見本見せるので、その長谷川の見本とちょっとその後にやっていただければと思います。そうですね、そうです、はい、じゃあシャキちゃんもアルポンも一緒にやりましょう。ちょっとじゃあ見ててください、はい、ちょっと壁をちょっと使うんですけど、これが壁、壁手押し車歩きです。ちょっと待って、はい、これもう無理なんですか？はい、壁手押し車歩き、はい、え、宇野さん、これいけます？はい、手押し車ってこうやって、あの、はい、一生懸命やるもんじゃないの？はい、おっしゃる通りです。え、はい、大丈夫ですかね？足の裏つくといいです。足の裏を、そうです、そうです、そうです。で、指意識してください。指どうやって意識するんですか？あ、おー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 、いいですよ、いいですよ、すごいすごい、すごいすごいすごい、すごい、あ、先生、無理っすよ。もうなんてこんなのやったことないですもん。一回じゃちょっと一回だけ伸ばしてもらいます。僕の足伸ばしてもらいます。あ、そうですね、そうですね。もうちょっと手前のがいいです、はい、体大きいんで。もうちょっと伸ばしてもらいます。はい、先生。じゃあ長谷川さん、はい、須田さん、ちょっと足を持って、はい、そのままついて。ああ、はい、ああ、先生、いいですよ。大丈夫です。もっと横に、横に出してください。もっと、はい、え、いいと思います。今大丈夫です。今大丈夫です。いいですか、先生、横に。ああ、ああ、いいですよ。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと。僕こんなに大変だと思わなかったよ。よくやりましたよ。長谷川さんやると普通にできてるから。いや、簡単にやってましたもんね。めちゃくちゃ大変だよ。手もあの肩も、全身でも、全身、腰も。いけますか、僕これ。腹もいけるか。おやんのかよ、本当に。おすごい。やんのかよ。おすごい。すごい。いやーすごい。宇田さん、ダブルブランチまでいけるかもしれない。いけるか、今年。いけるかもしれないですね。今年日本ではいけません。いけましたよ。じゃあもう今これでウォーミングアップ終わったんで。これがアップだったんですか。はい、これでボール、今度はボールマスタリーというあのグローツの特殊な
ちょっとトレーニングをで1個だけちょっとやっていただこうかなと思うので、はい、止まった状態でやるんです、はい、ここ動いてもらう。うわあ、もう分かんない。いや、分かんない。もう何回やったんですか今。こっち向きでやる。はい、一回こっち向きで、はい、ゆっくりやるんで、こう動いて、タン、トントントン、あ、いいですよ、あ、いいですよ、あ、惜しいです、惜しいです、惜しいです。こんなの、ので、この後が分かんないです。これはリズムがあって、はい、1、2、3、4、5、6のリズムでやるとできます。いきますよ、はい、1、2、3、4、5、6です。これ見てないもん、もう1から始まってるから1、はい、はい、もう1で2が来ます、ね、で、2だから2、おー、これで3、4、5、6、新しい新しいですね。した状態で1、2、3、うわ、これは無理だ。で、これです。これが完成形です。これは無理ですね。これが、あの、一応完成形。その今、あの前の練習だね。はい、はい、あ、アラボがぜひ。そうそう、ボールが止まる前にこうして、そうそうそう、こうして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 、はい、難しい、はい、難しい。アラポン流星。これは難しいっす。いきます。せーの。1、2、3、4、5、6。見てください。よいしょ。キャウィー。やり方分かった？みんな。分かった。津田さん、長谷川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、有働様を見たという視聴者さんに教室の嬉しいサービス特典をご用意いただけないでしょうか。ぜひお願いします。お願いします。はい、そしたら今回は、はい、幼児サッカークラスの1ヶ月、はい、無料体験を今回はサービスとさせていただければと思います。1ヶ月ですか？はい、1ヶ月丸々。大変じゃないですか。ここってどのぐらいの1ヶ月1回しか通えないとかじゃないですか？いや、ないです。週に1回です、基本的には。週に1回、はい、週に1回なんで月4回、技見つかって持ち逃げされる可能性ありますよ。いや、それでももう子供たちがね、こう活躍してくれるんであれば素晴らしいですよ。ありがとうございます。じゃあ改めてサッカー未経験のお子さんたちも、はい、何かこれからサッカーをするきっかけになったり、もしかしたらサッカー界も盛り上げてくれる、うんうんうん、ね、時代に育っていくとか、いろんなサッカーの広がりには貢献してくれるんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、いやー、うわー、キャーウィー、キワさん、ありがとうございます。これみんな人気者、もう。ありがとうございます。これで人気者。関根さん、最後のお店はどちらでしょうか？はい、こちらのパレードさんです。ラーメン居酒屋として大人気です。へぇ、ラーメン居酒屋。ラーメン居酒屋、ラーメンを食べてお酒も飲めるっていう。そうですね。いいですね。最高っすね。楽しみです。じゃあパレードしてまいります。はい、行きましょう。お邪魔します。お邪魔します。都立大学駅徒歩5分ラーメン酒場パレード。出汁が効いた体に優しい人気のラーメンが売り。早速いただきます。カノさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ラーメンを用意していただきました。まあ、早速ですが、はい、それはおすすめのラーメン。はい、そうです。これは珍しいですね。ありがとうございます。なので、はい、お父様、川上ナビ、これは食レポお願いします。だって、そうだって、下に豆腐が入ってるんだよ。ねえ、まあ、だからこの四角い豆腐、ねえ、珍しいですね。すね、はい、こちら、鶏和風だしの塩ラーメンとなっております。鶏和風だしの、はい、塩ラーメン、だしをたっぷり使って鶏と合わせたラーメンで、このお豆腐がだしとすごい合うので、はい、ぜひぜひです。そうですね、お魚と鶏を鶏とだからダブルですね。ダブルセット、はい、へー、美味しそう。おいしい。そう、一回一回、ね、このままではね、いられないぐらいうまかったんですよ。のけぞる感じ、うまいですね。塩が効いてる。そう、おいしいよ。塩だけに、はい、カメラついてきてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。これが、そして、うわー、すごい、これ、見てくださいよ。
シャキシャキアラフォー。すいません。河野さん。はい。ご覧ください。めちゃくちゃ見てますよ。素晴らしいですよね。素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ自分も上昇していくんじゃないか。上昇志向の表れですね。うわ、うまそう。美味しそう。これは和風だし。いや、そう、鶏和風だしのラーメンと言えますよね、これ。はい、鶏和風だしです。うん、うん、うん、じゃあ、川上のびも行ってみてください。お父様の後、ちょっとなんかあと、ジャッカルにこれを、なぜこれからをジャッカルに柚子胡椒をぜひ試していただいて。うわ、柚子胡椒いくんだ、これで。そうですね。あ、そうなんですね。この柚子胡椒も一緒に混ぜて。これ大根おろしです。大根おろしです。鬼おろしといって、ちょっと粗めの大根おろしなんですけども。本当ですね、ちょっと粗めの。うん、おいしいです。出た、川上タン、川上タン来ました。そうそうそう、やられてたんで。いいですよ、のけそってからの。うん、柚子胡椒絶対入れた方がいいです。あ、そう、おいしい。合います、柚子胡椒。合います。うわ、うれしそう。これやばいっすね。輝いてる。いただきます。はい、はい、うん、お、美味しいです。いい。僕の前にもあるんですよ、実は。それは、え、あれ、これはラーメンではない。青森の陸奥湾で取れたホタテフライでございます。最高です。はい、貝大好きなんですよ。ありがとう。言っていいですか。はい。これタルタルぶっこんで。はい、タルタルです。うわ、うわ、はい、こういきまでですわ。素晴らしいです、ね。いただきます。はい。うわぁ。いい音。京タン。ああ、京タンを押しながらターンをした。それを京タンという。ウドさんから先ほどいただいた。すぐ使いました、僕。そうですか。ちょっとこのホタテすごいです。あの、ウェッティっていうんですかね。ウェッティ。パサパサしてなくて、はい、ちょっとちゃんと新鮮な感じのホタテのフライっていうか、めちゃくちゃ美味しいです。よかったです。ありがとうございます。ヒョタの旨味がじゃあもう。ヒョタ、ヒョタの旨味です。ヒョタの旨味、はい、食べれる方もありますけど。ごめんなさい。ヒョタに引っ張られちゃって。すごく、はい、甘いです。そうですね。サイズが小さいんですけども、その分ギュッと甘みがあって。すごい、すごい。それをやっぱ胸が躍るっていうか、はい、思わず美味しいよ、ありがとうってパレットしたくなりますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。いい名前ですね。そうなんです。パレードの、そのパレードから名前を漢字にしてハレルエドにしたので。ハレルエド、はい、そうなんです。素晴らしい。ハレルエド、ありがとうございます。ハレルウドです。おめでたいですね。ありがとうございます。優しい方ですね。あ、そうなんですね。花野さん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ウド様を見たという視聴者さんに、はい、お店の嬉しいサービスとか、はい、何かをご用意いただけますでしょうか。はい、もちろんウド様の頼みならば、こちらも。何ですか。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。鶏和だしラーメン、はい、こちらホタテフライを2つ、こちらを1000円での特別価格でサービスさせていただきます。スペシャルなセットを、はい、もうぜひ食べていただきたいですね。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、6月末までにパレードさんにウド様を見たとお伝えくださった方には、はい、このサービスが受けられると。はい、ちょっとここで僕から最後にお礼をちょっとしようかなと。ありがとうございます。ちょっと静かな店内で、はい、まあ、ターンターンターンって来てるんで、はい、ちょっとあのマニアックなモノマネなんですけども、いいですか。はい、はい、車のウインカーを右と左出し間違えちゃった時のウインカーの音。はい、いきます。音すぐ先右出しますね。音、はい、いきます。すごい。ちょっとハザード出します。ありがとうございます。ありがとうございます。
途中目を閉じてね見えました、集中して、はい、ハザードは音が違う見えました、ね、はい、うん、じわじわきますじわじわきますね、はい、なんかこう導かれたような、はい、ということで2週にわたってお届けしました都立大学商店街巡り、宇戸様、川上ナビ、関根さん、いかがでしたでしょうか。はい、ねえ、いかがでしたか。いやもうぜひぜひあの都立大学の魅力を皆さん感じていただいて、はい、もうどんどん来ていただければ楽しいです。最高ですね、はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます。魅力たっぷりでした、優しい、もう関根さんには本当甘えたくなっちゃうんですよ、はい、関根さんもういや、今後のもう厳しいショッピングナビゲーターとして、はい、千秋ちゃん、はい、今日のいろんなこう活動は生かされますかね。もう本当にウド様、アラポンさんのこの花とトーク力、はい、いや、俺何もですよ、もう本当に学ばせていただいて、はい、関根さんの、はい、優雅なエスコートもそのまま、はい、あの番組作りに生かさせていただこうと思っております。ありがとうございます。よかった、でも聞かれていただけたら、本当にありがとうございます。一番優しいのは千秋ちゃんだと思います。そんなことない、一番優しい QVC 川上千秋です。本当にね、はい、ありがとうございます。これからもあのみんなのことを優しく包んでいただいて、はい、QVC の、はい、プリンセスとして頑張ってください。頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ宇田さん、締めてください、はい、お願いします。都立大学は皆さんのことをお待ちしています。住む人、そしてまた歩く人、買い物する人、ご飯を食べる人、お酒飲む人、皆さん待ってます。そう、我々みんなの都立大学、どうかこれからもよろしくお願いします。どうも皆様お願いでした。ありがとうございました。見てね、関根さん、ありがとうございました。千秋ちゃん、ありがとうございました。アラパン、ありがとうございました。宇戸様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。皆さん、夏はすぐそこです。綺麗をチャージするなら5月の今がチャンスです。5月の QVC は人気のスキンケアやコスメなどのおすすめ美容アイテムをお得な価格でご紹介する輝けビューティーチャージを開催中です。そんな QVC からのプレゼントはこちら、ミラーフィットスマート体組成計を5名の方にプレゼントします。この体組成計、ダイエットに挑戦したい方におすすめなんです。これにたった5秒乗るだけで3つの大切なことが分かります。まず1つ目は今日の健康状態、そして2つ目は今日までの健康習慣、さらに3つ目が今日やるべき健康活動が分かるんです。スマホがジムになり、連携アプリミラーフィットモバイルトレーナーがあなたの専属トレーナーに。この夏に向けてもっと綺麗になりたいあなたを QVC が全力でサポートいたします。皆様ぜひご応募お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタン、コメントもお待ちしております。